西洋シミは、シミモクシミやモクシミカに属する昆虫である。その名前が示すように本来はヨーロッパ原産とされるが、人間や物の移動に伴って世界中に広がった。日本でも人家を中心に生息し、在来種であるヤマトシミよりも多く見られる場合もある。行動は敏瘍で、光を避ける性質がある。英語では、銀の魚と呼ぶが、これはその体型や、 光沢のある、鱗をまとった様子、魚が泳ぐような走り方などに由来し、シミというのと同じ発想である。一方、首相名のサッチャリナは、砂糖を意味するギリシャ語サッチャー論からの命名で、本種が砂糖やデンプン食品など、炭水化物のあるところに住んでいることから名付けられた。この類は、昆虫の中でも、原始的なグループで、3億年前から存在している。 体は細長く小さなエビのような形をしており、上下にやや平たい。全体としては、他の昆虫同様、頭、胸、腹の三つの部分からなる。一見してよく目立つのは後端にある三本の尻尾で、中央のものを、老いと、左右の二本を美毛と呼ぶ。これらの尻尾を除いた体長はおよそ一センチメートルで、ある。頭部前端にある触角は細長い糸状を呈する。 頭部下面の口の近くには、詳細髭と呼ばれる太い髭状のものがある。一番前の四角い小さい節が頭部である。目は頭部の両側に複眼があるだけで、一見姿の似ている、石の身類にあるような単眼は持っていない。胸部は頭部よりずっと幅広く、前、中、公共には他の昆虫と同様にそれぞれ一体ずつ、全部で三体の足がついている。 腹部は十節に分かれており、背面の角節公園には少数の短い合毛がある。体表の金属光沢は銀色の輪粉によるが、この輪粉ンンは3回目の脱皮の後で初めて出現する。輪粉ンンは落ちやすく、人の指などで積まれそうになっても輪粉ンンを落としながらスルリと逃げることができる。本種も含めしみ目の昆虫はすべて羽を持たないが、これは退化したのではなく、 羽が進化する以前の形態をとどめているのである。卵から生まれた幼虫は、成虫とほぼ同じ形で、さなぎなどの段階を経ずに、そのまま脱皮を繰り返し成虫となる無変態である。生息環境にもよるが、西洋染みは、成虫となるのに少なくとも4ヶ月必要で、時には最大で3年が必要な場合もある。室温では、 この昆虫は1年以内に成虫に成長する。生存期間はおよそ2年から8年である。寿命いっぱいに生きた場合、大体8回の脱皮を行う。しかし、絶えず成長し続けるので、1年に最大4回脱皮できる。温度が摂氏25度から30度の間の時、メスはおよそ100個ほどの卵を割れ目などに好んで産みつける。寒冷で乾燥した環境下では、 西洋シミは、生殖が不可能である。西洋シミが好む食物は、接着剤の中の塗り性、日課は、本の想定、写真に使われる海苔や、砂糖、紙、フけ、ホコリなど、多糖類やデンプンを含む物質である。とはいえ、西洋シミは、麺や麻布、絹そして、人工繊維などの物質も食用にし、死んだ昆虫や、それ自身の抜け殻さえも食べる。 飢えている場合は、比較製品や人工繊維で作った織物さえ食べて炒める。しかし、体に目立った影響もなく、数ヶ月にわたる絶食を耐えることができる。近縁のまだらしみサーモビアドメスチカと非常によく似ていて、主に人間の住居内に現れる。床のタイルの切れ目や割れ目が、生意用しみにとって生存可能な環境である場合は、冷蔵庫のもとや、 十分温められたトイレの中などで、とりわけよく見つかる。本やタペストリーや織物を好んでかじり取る。冒頭に述べたように、現在は世界的に分布しており、日本でも北海道から八重山諸島まで全国的に生息する。家屋の内部やその周辺のほか、森林の樹皮下などにも見られる。林粉が剥げてきている西洋シミ西洋シミは、 夜行性であるため、その配偶行動は長い間知られていなかったが、1965年に、フォン、エイチ・シュトルムによって報告された。オスと、メスは、配偶行動の間中、興奮して走り回る。交尾や、直接的な交接はせず、オスは糸を吐いて作った、構造物の中に、白膜で包まれた生止カプセルである製法を放置する。メスは、 様々な化学物質の働きによってこの製法を見つけ自身に取り込み受精する。いわば間接的な公説とも言うべきものである。西洋シミの点滴としてはハサミムシの一種であるヨーロッパクギヌキハサミムシフォーフィキュラオーリクラリアが知られている。害虫として普通みなされているが、西洋シミによる被害はごくわずかであり、人間の健康に影響を与えることもない。 しかし、虫嫌いの人にとっては、精神的な苦痛の原因である。ビル内部では、西洋シミは、湿気があって、利用可能な割れ目がある環境でのみ生存できる。この二つの条件が取り除かれると、西洋シミは姿を消す。その他の方法は、西洋シミを駆除するか、生息数を大幅に減らすことができるが、これは一時的なことである。日本産の西洋シミ属ラピズマには、 外来種の本種のほか、在来種のキボシアニシミエルアルボマキレートが沖縄県から知られている。この種は体長1.3から2ミリメートルの微小種で、尻尾が短く、腹部の第一節と第六節の背面に中央で途切れる白っぽい帯がある。ヒメアリ族の一種の巣の中から見つかった小割性製の種でインドに禁煙種がいるという。EN ラピズマサッチャリナ8時22分30セプテンバー2005より翻訳。ありがとうございます。